ユニテリアン・ユニバーサリズムが結成された。キリスト教から派生し、キリスト教政党派協議である三位一体を否定する。彼らは、キリスト教徒を辞任せず、米国の国政調査では、キリスト教に含まれず、その他の宗教に分類されている。トゥーユーは共通の協議を持たず、むしろスピリチュアルな成長に向けた助け合い追求すること、個人の思想信仰は権威への服従からではなく、 追求の結果から生じるという心情によって団結している。ユニテリアン等のプロテスタントの確保から派生したが、現在は仏教など様々な宗教や思想も取り入れている。礼拝では賛美歌を歌ったりするなど、キリスト教の一面も持つが、思想信仰は各教会やメンバー個人に任され、教会やメンバーは必ずしもキリスト教徒を辞任していない。 グループによっては、教会と名乗らないこともあり、神を信じることの有無に関わらず参加している。ユニテリアン・ユニバーサリスト教会、EN ・ユニテリアン・ユニバーサリスト・アソシエーションは1961年にアメリカン・ユニテリアン・アソシエーションとユニバーサリスト・チャーチン・アメリカの合併により成立し、北米の教会と緩やかに連帯している。 ー合わせ2条の教会と21万7000人の信者を持つ。コングリゲーショナル方式により、各教会を緩やかにまとめ、各ののの教会の自治権が大きいのが特徴である。協議を、はじめ日々の教会運営から、牧師の選定まで、各支部の運営委員会の判断に委ねられている。運営委員会は、一般信者と牧師で構成され毎週の礼拝、各種のグループ、 ボランティア、会計、牧師との連携、地域との関わりと教会活動のほとんどすべてに責任を持つ。ユニテリアン・ユニバーサリズムはメンバーが自由に思想、信仰を決めることができる。これにより宗教的多元性、多文化の伝統を尊重し同じ教会内でも複数の信仰や活動を認めている。例えば水曜日の夜に座禅のグループ、木曜日には クエーカーのセミナー、日曜日には、礼拝を行うといった具合である。このことから接中的宗教であるとされている。トゥーユー教徒は、自分の信仰が唯一無二の真実であるとか多宗派に対しての優越性を主張しないことが多い。宗教学を作るという勉強会もある。多くのトゥーユー教徒は、自身のことをヒューマニストであるとしている。他のトゥーユー教徒は、キリスト教、仏教、 ユダヤ教や自然崇拝、無神論、不可知論、博愛主義等をトゥーユーと同時に信仰している。中には、教義の名前を特に使用せず様々な信仰を組み合わせている信者もいる。このような多様性は、トゥーユー教徒から運動の利点と考えられていると、同時に各自比較的統一された教義と習慣を持つ、各宗教団体の中には教義を持たないトゥーユーを、 支持しないところも多い。トゥーユーは個人が自己や社会、自然とのつながりの中で各自意味を追求することを重要視し、決められたドグマを持たないからであるとされている。以下、ユニテリアン主義より過失引用ユニテリアン・ユニバーサリズムの組織に入るために要求される公的に定められた信条や信仰規定は存在しない。 これはトゥーユーが1961年にアメリカ合衆国にてユニテリアン派とユニバーサリズム派が合併することで成立しているためである。アメリカ合衆国ではこのことを受けて多くの信徒がユニテリアン・ユニバーサリストを辞任している。今日ではトゥーユーの多くは自分がキリスト教徒ではないと考えている。キリスト教徒を辞任する者についてもどのような教義を信じるかは 核心との自由に任せられているが、多くの場合、サイン一体についてはこれをどぐまで、あるとして拒否されている。トゥーユーは彼らを束ねるものとして、競技ではなく、一連の行動原理を奨励するのである。著名なユニテリアン・ユニバーサリストには、第6代アメリカ合衆国大統領ジョン・クインシー、アダムズ、作家、思想家のラルフ・ワールド・エマーソン、ティム・バーナー,アーズリー、ピート・シーガー、 カート・ボネガットや、クリストファー・リーブが挙げられる。アダムズとエバーソンはユニテリアンであった。ユニテリアン主義からの引用を終わり。キャロル・キートン・ストレーホーンはユニテリアン・ユニバーサリズムは、正式な教義をもたないため宗教ではないと批判した。しかし後に主張を翻している。近年トゥーユーは、あまりに、無作為に、多宗教の儀式や習慣を借用していると、仏教徒や、 ネイティブアメリカンの団体等から批判されている。同人キリスト教会1890年アメリカの本部から宣教師ジエル・ペディンが来日して1890年年末に東京・飯田町に中央街道を建てした。中村正直らの勧告によって宇宙神教と訳されたが1909年には日本同人教会と解消された。1941年に 日本キリスト教団に吸収合併されたが、戦後離脱して、キリスト教同人社団、同人キリスト教会として活動し、幼稚園なども運営している。ありがとうございます。